えーっと問題です。はい。確認されている朝鮮最古の国家、A 市朝鮮。はい。A 市朝鮮。うん。では A 市朝鮮の建国者、A マン。はい。A マン。まあ A 市朝鮮 A A A マン。そうだね。中国人だけどね。あこいつね。中国人の大事だね。実はねうん、チャイニーズがあのなんと朝鮮を建国したと。うん、はい。では次 A 市朝鮮を滅ぼした人物。 全漢の武帝はい、全漢武帝でまあこれだからあれだよねエーマンが中国人で全漢武帝が中国人で中国人 VS 中国人陰朝鮮だ朝鮮じゃ全漢武帝が英市朝鮮を征服した年は108ゼ108前ね前前だからね一108次全漢武帝により設置された朝鮮を直轄支配する役所の総称 朝鮮四軍。朝鮮四軍朝鮮軍のうち最大の拠点。ラクロー軍。ラクロー軍は108にできたので。入れ歯はよ楽ダよ、ラクロー軍。いや入れ歯しろ、入れ歯は楽だダよ、ラクロー軍。ラクロー軍の現在は壌はい平壌実は平壌なんですね。 ロ農軍を滅ぼした勢力コウクリはいコウクリ、うん、コウクリあのあれ調子いい挑戦そう調子いい挑戦なの調子いい挑戦そうまあ文字は持ってないけどねじゃあ次ね、うん、えクロ農軍の滅亡年313はい313と、うん、あの滅亡させたのがコウクリじゃんそう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 ,そうで、まあ北方民族だとはいはいはい、はい、であのゲルマン人も同時同時ぐらいで北方民族が 暴れてるああだからまあこの辺はね北方民族ちょっと下に降りてきてるからねそうそう寒いから9番337号次落老軍滅亡年である313にあった欧州でのイベントミラノチョクレミラノチョクレイねキリスト教公認ネットねコンスタンティヌス帝ね次3巻のうち西南部にあったの、バカンバカンそうバカンなんで怒ってんだよお前 じゃあそのバカンが統一されて成立した国くだらつまりバカンがくだらになったので馬が100匹と思いましょうあ多め多めね次ね三冠のうち南東部にあったのは神官神官ではその神官が統一されて成立した国しらぎだからあの神官がしらぎになったとうん ししししししし白木ななななぐもみたいなでしょ <laughs> いや関係なくなっちゃったよ <laughs> お前次ねえ三、ー、冠のうち馬冠新冠の間にあったのは弁ン弁ンでは日本の影響力を受けたとされた弁ン,ンの小国家連合から。ゴロゴロカ,<ラ> <laughs> カ,<ラ>カの股の名は2万の 2> うんはいと弁カンがからになったわけじゃんうんだから弁ン,ンからになった<え>いや何もねえのかよ じゃあ次の問題はいえー朝鮮の三国時代を統一した国新浪新浪高句麗初期の都岩都城はい岩都城、うん、丸に都にしろ岩都城岩都城はい次岩都城を流れる川王力溝はい王力溝と字難しいですね王力溝次えー北朝鮮と 中華人民共和国の国境となっているもの、うん、王力港はい王力港んから岩城流れる川は今国境となっているとなるほど王力港次航空路の岩砺城からの戦闘先頭先ピョンヤンはいピョンヤンですね、うん、じゃあ航空路の民族系統はいツングース系航空路が洛郎軍を滅ぼした年313 はい313と、うん、ゲルマン民族の大移動開始375はいここら辺北方民族ね暴れておりますねお腹すかしてますからねお腹すかしてますからね、うん、次高句麗最盛期の王航海道高海道またの名を航隊王と次高句麗の記念碑高海道碑文高海道碑文またの名を航隊王碑文 次、幸クリ征服を試み、失敗した人物。煬帝。はい、煬帝と。のねやめとけ。3回失敗しますからね、あい3回も失敗してるから。で、なんか、バカすぎて、字が変えられちゃうっていう、煬帝のよう。2回ぐらいでやめとけよな。最終的に幸クリを滅ぼした勢力。連合軍はい、唐新羅連合軍。 はい党と白木を組んだのが結果的にコウクリを滅ぼした次コウクリ滅亡後に宴会州周辺に建設された国墨海ああ言い方うぜえな墨海ね墨海で今のロシア領あたりロシアああじゃあ寒い墨海はい寒いねぼっかい寒い墨海、うん、寒い墨寒いぼっかい,いいねロシアっぽいねいいね次では墨海の繁栄んか繁栄してたんでしょうねうん、うん、表す故障があると、ね、あボンボン墨ボ海 <laughs> 悪ふざけすぎんだろお前世界史ドラえもんみたいなの怪盗の聖国あ怪盗の聖国あ怪盗の聖国だじゃねえ次ねボンボボンカイじゃねえはい次ボッカイの建国者大墓衛はい大墓衛この「墓」ってじむずいからね気をつけて大墓衛じゃ次ボッカイを建国した民族松勝人松勝人はい次 ええ、松活人の民族系統。ツングース系。はい、ツングース系。ゴーグリとボッカイ。次。ボッカイの都。上系流船夫。はい、上系流船夫。う上系流船夫。が手本とした都市。長安。はい、長安。まあ、でかいからな。でかいね、長安ね。お手本としたくなるんだよね、たぶんね。次。ボッカイの滅亡時期。 10世紀初めね。じゃ次、南昌の滅亡時期。10世紀初め。10世紀初めね。10世紀初め。じゃ次、唐の滅亡年。907年。はい、これは出ます。これは10世紀初めとは言わせない。で唐の滅亡年907じゃん。これ、唐の滅亡に際して、南昌と渤海が滅亡するから。そうそう、作法だから、墓会は自然と滅亡していくと。 10世紀初めにね、うん、自給自足できてないねそうですね馬鹿、うんえー、を統一したのは百、はい。馬が100匹で百、はいうん。では百ラで栄えた宗教大乗仏教はい大乗仏教大乗仏教でまたは北伝仏教なんで百ラで、えー、仏教栄えたかというと、はい、仏教で国がまとまろうとしたんですねはい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 ,はい、はい、そうそうそうあ 塔が来てるそう塔が来てるからまとまるとしたんだけどその言い方は何なんだ一体塔が来てる次いきます日本に仏教を伝えた国クダラはい実はねこのクダラさんが我が日本に仏教を伝えたとはいでは次ね日本の仏教伝来年五三八。はい五三八えー仏教伝来にご参拝とはい覚え方はね五三八で ご参,拝と参拝はい、はい、次百済を滅ぼした勢力東白城連合軍はい唐と新羅の連合軍、うん、連合されちゃったんだねこの二つしかもめちゃくちゃ強いからねめちゃくちゃ強そう百済じゃねえもう話にならんまあでも仏教がありますから百済 <laughs> にも仏教がありますから <laughs>、まあ、まあまあ,、まあ、あの国をまとめるね、うん、仏教がありますからはいはいじゃあ次ね百済復活を目的とした日本と唐新羅連合軍との戦い

なんでかっていうと新羅の都は慶州はい慶州っていう場所ですよねこの慶州が中国と離れてるなるほど怖いのね中国をビビってるビビってるけどまあ仲良くしてるみたいなそうそうよくあるやつスネオジャイアンスネオジャイアンよくあるよくあるやつだよねジャイアンが塔だよね絶対ね圧倒的な存在が塔次い問題塔を追い出して朝鮮半島を統一したのは新羅はい新羅 朝鮮半島統一成功おめでとうございます次じゃ新羅時代の代表的な仏教寺院仏国寺はい仏国寺仏国寺新羅にもまた仏教があったんで使ってたんだねなるほどね国をまとめるためにそうそうそうくだらも新羅もそうでは次仏国寺があった都市慶州はい首都ですね慶州白ゃ新羅で用いられた身分制度骨品性骨品性骨に 品川の品に制度の性骨瓶性骨瓶性ではこれ後に出てくるやんばん性と似たようなもんですまあ身分制度かそう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 身分制度で白羅を滅ぼした国高麗高麗うん白羅が滅ぼされたのは唐の滅亡も原因なるほど作法ね作法作法が影響してるわけね作法がなくなってしまったので作法がなくなってしまった白羅はどんどん衰退して滅亡と 自給自足しろよななちゃんとやれさあ